안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이문이다즈르웅짱이시나간것같아정말야뭔가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 안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이문이다むずいわこれはリベンジですね。そうやね、ほんとそう。これはまあ一致の応用なんでね。反省してます。やめてよ、ガチで反省すんねんから、こういうの自分がやったよ。じゃあまあ今日はね、あの時間の関係上一本だけになったんですけど、それでもお腹はペコパー声出えへんぐらいすぎて言うまでもなく、もう横からもうずっとグー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 ね。今日ひどかったね。感想の邪魔するぐらい大人だった知ってるんです、仕込みをしてるっていうことは。楽しみすぎてもう何も食べてないまであるから。お私も来た時に今作ってるんで見ないでくださいって言われたんで、昨日からもうね、まあ、予告じゃないけど仕込みますんでっていうね、このワードを使いましたもんね。今日食べる料理ですけど、僕ら今ずっとね豚肉料理ね続いてるんですけど、今日もまたね豚肉料理でございまして、まだあるんや、嬉しい。どっかのタイミングで一回諦めたじゃないですか、うんうん、豚肉料理、うん、それ以降ずっと出てくる。アレンジ方法を知ったもんな、その後に。うわそやなでもこの前まではアレンジの方だったんですけど、今回は正直言います、僕も食べたことない豚料理です。あのもちろんこの料理自体は食べたことも何回もありますよ、あるけど、こんな方法で作るんやって。それ食べたことあるに入るんじゃん。いやでもね、この名前で作ったこの料理は食べたことない。なるほどね。しかもこの調理方法最近韓国で流行ってるらしい。流行にね乗れてないから自体が聞いた話によると、まあそれぐらいの感じだけど、これ韓国で有名なシェフいらっしゃって、その人が披露したレシピになります。でちょっと変な話ですけど、その人のそのレシピを見てるわけではないんですよ。それが流行ってますよっていう話で、他の人がその料理をやったのを見ました。それを見て、あこれ簡単やしめっちゃ面白いやんと思って今日やろうと決めたっていう感じなんですよ。そして味もめっちゃ気になって、何が違うんやろっていう好奇心が出てきたんで、それでもうやってみようと。まずこの料理の名前ですけど、ネンジェイユ。ジェイユってジェイユポックのジェイユ、同じ字。おお。ネンネン、ネンジャンゴ。おえっていうことは、おお、冷豚肉炒め。そういうことです。どういうでもね、これ名前はネンジェヨンなんですけど、見た目はスヨンなんですよ。へえ、そうなんや。だからしっくりくる名前で言うとネンスヨンの方がしっくりくると思います。へえ、楽しみよ。分からんけどそれが面白いってこと。そういうことなんですよ。確かに確かに。でさっきね仕込んでるっていう話したんですけど、もう作り終わってます。おお冷やされてるってこと。そういうこと。これも作り終わって冷蔵庫で寝かしてる状況です。でもこの料理のキーポイントでもあるヤンニョンはまだここは作ってないんですよ。だからこれからヤンニョン作って切って出すっていう感じになりますので、ちょっとだけね待っていただければと思います。はい、じゃあ今から調理していきます。お願いします。
ます。イエーイムーバンレギー美味しいやつ。あーもうこの匂いだけでやばい。すごい。いただきます。はいはい。年税よやばー、なにこれ。パーティーやパーティー楽しい。やばすぎる。すごい、かわいい。しかもかわいい。おお。どうやろう、サンクチュー、まあ合うかなと思って南朝に入れました。おお、スユやん。ねえ、おいしそう。早速ね、今話してたけど、スユミやん。でも名前がね、年税欲なんですよね。じゃあ気持ちが全面に出ちゃった。じゃあ食べましょうか。食べすぎだ。邪魔くんだ。邪魔くすみだ。はい、どうぞ食べましょう。これはもうね、ソウル絶対合うと思うから。これはそう。ありがとうございます。もうマリさん専用の。ありがとうございます。はい、じゃーん。これはつけて普通に食べるんですよね。それは自由なんやけど、この上にヤンニョムジャンをちょっとのっけて、こうやってね、のっけて食べることが多かった。へえ。こうやってね、俺も初めてやからね。食べましょう。うまっ。はい、すぎる。なるほど。激うま。脂身の食感がめっちゃ面白い、うんうん、なるほど、この粘にすることによってこうなんねや。おいしい、最高に美味しい。ほんでこのヤンニョン、おいしい。ヤンニョン、これやばい。これもうずっと冷蔵庫入れときたい。、うん、ご飯にかけたい。ご飯にかけたい。これあのジャンチゴスの時のあれに非常に似てる。うわ、でもあどっちもいけんな。あのね、こうやって食べるの面倒くさいと思うんで、もうこのままドボンしましょう、うん、はい、もうこうやっちゃいます。ドボンで。え、やばくないこれ。めちゃくちゃうまくない。マジでうまい。肉もうまいし、ヤンニョンもうまいし、うんうん。いやー、これ天才なんやけど、これ、うん、しかもこれに興味湧いたその色の一つとして夏にいいと思って。うーん、ほんとだ。確かに、ね、やばい、止まらへん。ね、あ、まあ、ぜひぜひ。もう山椒もやりたい。あーね、僕も山椒もやります。これ山椒も絶対おいしい。んスタンしてなんか油が嫌な感じせえへんすぎてめっちゃいい。これ面白いな。ブマネギ入れちゃっていいんじゃん。いや、もうブマネギ一緒に絶対美味しい、うん、めっちゃ美味しい。スタンのやつやばい。待って。ブマネギ入り。いやマジ、もうただの夏のサムギョプサル。何これ、マジで。これ考えた人天才。めっちゃうまい。昨日食べたコンナムルブルゴーギと同じくずっと食べれるっていうか、うん、うまい。そう、このタレがやばい、うん、意味がわからん。このタレマジでおいしい。うん、うん、あうわあ、やば、お酒とこれすごいね。最高すぎる。いやー、もう夏にこれもうお酒のあてとしても最高かもしれないですね、うん、これでパーティーしたいもん。これ味もこんなに美味しくて、まあ、びっくりじゃないですか、うん、作り方、お湯沸かして塩入れて肉のブロック入れて10分沸かして1時間放置するだけ。やば、放置した後に冷蔵庫。そういうこと。スークより簡単すぎる。そうなんですよ。確かに水温より簡単なんですよ。びっくりした今。1時間放置することによってその残熱で、うーん、あー、そういうことか。そうなんですよ。でこれが出来上がると、で冷蔵庫には4時間以上ですね、うん、これ今ちょうど5時間ぐらいなんで、
逆にこれ他のところで見たんですけど1日以上、うん、何なら2日とか経った後にそのまま切って食べても同じような感じらしいんですよ、そうなん硬くなったりせずラップで巻いてるっていうのがあの肝らしいんで、そう今言ってなかったけどラップで巻いて冷蔵庫に入れます。なんでその場面が出てきたか分からへんけど、ピクニックするからみんなご飯持ち寄ろうぜってなった時にこれ持ってきたらめっちゃ強くない、うん、天才すぎる、天才やな、 No MVP やね、やった本日の、なかなかのヒーローやんな、いやこれすごいな。え、これタレもさ、うんちゃん TV で公開してる作り方、あ、もちろん量も言ってる、量はやっぱりあれ、はい、僕のいつもの、はい、いつものさじ加減あ難しい。これ作っておいてそのまんまキャンプ場とかに最高すぎる、ブロックごと持って行って、うん、そこで切って食べるだけでめっちゃ良くないですか、うんうんうん、あとね僕が見たその動画ではやってなかったんですけど、これ見てそうめん絶対合うなと思って、そうです結構日本って冷しゃぶサラダとか冷しゃぶうどんとか、しかもミオの得意料理やん、そうなんですよね、確かにね、僕ミオの冷しゃぶ大好きなんで、うん、なのでそうめん用意した、天才やんなるほどな、だからご飯いつもみたいな量じゃなかったんだ、天才すぎる、ヤンヤンもね、あもうこれやばい、一応冷蔵庫で作っといてこれ絶対合うなと思って、うん、やばい今日私のスペシャルな日や最高の映画見て、映画も、ね、映画も誤って、最高の映画見てご飯おかわりしようかなって考え出してた時やったもんちょっと待ってください、ちょっとお酒いいですかじゃあ乾杯、じゃあ皆さんもコンベうわ全然違うこうなんだろ、こうなんだろ分かんないな関連動画はこちらそうめんも、はい、まあ、自由にね、ヤンヤンダンとか、あ、そう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 、こうでしょ、俺もそれ思ってます頭の中で描いてたのか、これこれこれこのヤンヤンダンこんな見た目やけどめっちゃ強くないから、うん、そうそう、あと辛さもね完璧すぎます、いやもうこれやってこんな、これこれいただきます、いただきます、マジでこれに至っては米より麺やわ、あ、うんうん、めっちゃうまい、おいしい、めっちゃ合う、うん、めっちゃうまい、正直このそうめんにこれだけでめっちゃうまい、まずそれはそう、うん、まずね、ビビン麺食べた時のカルビみたいな役割になってる、ね、あ、もうそれ、そうそう、もうぴったし、マジでうまい、うん、マジで人生で初めてなんやけどそうめん食べながらお酒飲みたくなるの確かにそんなことないから、もう何これマジでビビン麺もうこれだけで美味しいのにね、これにねこのつゆ、あ、つゆちゃうわめんつゆ入れちゃうっていうね、優勝でそうめんもうまいけどやっぱりねこれも美味しいっていう、それはそう、交互に食っちゃう、贅沢やな、ほんまにそれはそう、見てもう 4.5 点、わーすごい、やばい、もう一気にプラス生まれにしやばそう全然脂っこくないっていうのがすごい、それはそう、ほんまに、うん、もうこの近辺で一番私ら今幸せなんちゃうそれはそうかもしれん、うん、かもしれん、うん、もうこんだけね今この時間帯は優秀韓国の皆さんこれどんな時に食べるの、普通に晩ご飯、居酒屋、最近流行ったから売ってない、あ、でも売ってるよね、作ったりはせへんけど最近流行ったからこそ作り始めたりしてるんじゃない、うーん、ってこと、違かった、知りませんめっちゃいろいろ推理したのに邪魔すんな、邪魔がすんな、邪魔がすみな、
正直やってない方ぜひやってみてください。もう騙されたと思ってぜひやってみてください。本当にそうめんもおすすめです。あ、特にねもうこれからね暑くなっていくと思いますんで、もうねこっからの季節もうぴったりです。ほんまに美味しすぎて幸せです。まあねちょっと見ていただいてる通りに、まあ、全て食べきるのは難しかったんですけど大満足。マジですごいもん本当申し訳ないけど私見せられないからまだどんな豚肉料理がね残ってるかっていうのもちょっと定かじゃないんですけど、もしかしたら豚肉料理が続くかもしれない。もしかしたらもうネタ切れで違う料理になるかもしれないんでね。なので皆さんもねおすすめがあればまたコメントで教えていただきたいと思います。じゃあ岩山さん、ヤギカジがよ、ジョイヌント、タイヨンサイソー、メンタルハゲスーギだ。はい。ハナ、ドゥ、ゼ、セヨー。カムサムイだ。あと3時間ぐらいかけてこれ食べたい。なんか終わっちゃうやん、お腹いっぱいになったら終わっちゃうやん。イオンもあの挨拶した後ずっと一緒に食べてた。全然いいよ、お酒ちょびちょび飲みながらこれをちょっとずつ食べて3時間ぐらい引き延ばしたい。そしたらあと3時間は幸せ。いいですよ、あのまだまだ料理あるんで。もういいよ、もしかしたら2人はけてるかもしれない、うん、ライブしてる気分でさ語りかけてみたい、うん、今からライブ配信したらいいよ